すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はとあるお店にお呼ばれしましてこちら来ちゃいました。ドン。東急東横線学芸大学駅から徒歩3分くらいのところにあります晩酌屋一杯だけさんにお邪魔します。晩酌屋なので元は居酒屋ですね。もちろんお酒も多数取り揃えてるんですけど、ラーメンもあります。今はむしろラーメンメインで営業されてるということで、早速どんなラーメンなのかチェックしちゃいましょう。レッツゴー。さあ、晩酌屋一杯だけさん、注文制です。今回は店主さんのおすすめ通り一杯だけラーメンに味玉とチャーシュートッピング、そして締めメニューのタレ飯もお願いしました。居酒屋のラーメンってワクワクするなと思いながら待ってるだー。こちらが一杯だけさんの一杯だけラーメンに味玉チャーシュートッピングです。せい、大きなチャーシューにワンポイントのほうれん草が嬉しい。それではいただきます。さあ、まずはスープから。ほー、甘めの醤油味でマイルドな風味、豚骨もしっかり出ていてママの味くらいのミルキーな味わいもあります。ではもう麺いっちゃいましょう。丸めの中太麺をそぞろー。もひーん、ホクホクとしたほっこりしちゃう、2、3回ドタキャンしても許してくれるような安心麺。やはり居酒屋ラーメンなので締めにバッチリな優しさがあります。さて、お次はデカめのチャーシュー。豪快に一口で食らうと、しっかりとした脂身に食べ応えはバッチリ。3のつく数字と3の倍数だけアホになれそうです。さあ、もう一度優しい甘めの醤油スープを飲んで、やはり醤油豚骨スープにはぴったりなほうれん草を食らえば、必殺上からすすりも披露しちゃいます。そんな感じで海苔バサミすすりを楽しんだり、もう1枚チャーシューを食らったりしたら、ラーメン最後の砦で味玉をパクリ。黄身がかなりトロトロでいい感じです。ではラーメンを最後まで存分に楽しんだところで、編集の時点でちょっと忘れてた締めのタレ飯いっちゃいましょう。ベースはラー油がかかっており、そこにペッパーとラーメンのスープをかけていただくみたいです。さあ、一口食らってみましょう。おー、ラー油のピリ辛さに甘めの豚骨醤油スープが合わさると、すするのように引き締まった味になってご飯が進む。あとはただひたすらにかき込みまくって、本日も完食です。大変失礼ました。マイルドで甘めの豚骨醤油が好きな方におすすめの一杯でした。それではゴーズレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、一杯だけさんに行ってきたんですけれども、甘めの醤油に濃厚な豚骨で、しかしそこまでヘビーではないので食べやすいラーメンでしたね。しかも無課長とのことで濃厚だけど優しいなっていう感じもありましたね。お酒を飲んだ後でもすすりやすいラーメンだと思いましたね。チャーシューは結構でかくてボリュームがありましたね。そして締めのタレ飯は結構美味しかったですね。ラー油と胡椒のアクセントがすごくいい感じで、ラーメンのスープをかけるとより美味しくなってましたね。ラーメンを食べた後、こちらのお店で少し飲んだので、そちらはサブチャンネルをチェックしてください。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、晩酌屋一杯だけさん、神様もう一杯だけや。はい。